BL スキップ。なあ、このままハメ撮りさせて。いきなりの急展開。俺、四季高博と足立健太は母親同士が親友の幼稚園からの幼馴染だ。マイペースな足立と流されやすいと評判の俺、いつの間にかオタクの道を邁進していた足立にこちら側に引き込まれたのもなるべくしてなったことなのかもしれない。そして昔から何事も凝る性格で絵心もあった足立は同人活動を始め、俺はそれを手伝っている。足立は売り子としての才能はほぼゼロに等しいので手伝わざるを得ない。この期間分が入ってますが大丈夫ですか？はい。基本的にエロなしのユリ本やオールキャラ本をメインに活動しているので平和だが、時々別名義でドエロい BL 本も発行している。その売り手が男2人だという双方にとって最強に気まずい状況なはずなのに飛ぶように売れる。新刊3冊お願いします。ありがとうございます。3600円になります。まあ多分足立がイケメンオタクだから許されたのではなかろうか。ただしイケメンに限るというやつだ。購入者さんの去り際の右が右左が右、私左派わかるという暗号のような言葉など聞こえてない。俺はオールキャラ本は読むが、足立の書いた BL は読んだことはない。いや、断じて BL を否定するわけではない。ただ昔 SNS かなんかで絵描きは描いている絵と同じ表情になるみたいな話を小耳に挟んだせいでなんとなく読めずにいる。なんというか、こう見てはいけない、触れてはいけないというか、作業中画面を覗いたことはあるが足立の顔を見ることはできなかった。思春期か。おーい、飯できた。進捗どうは禁句だな。いや、思春期というよりも俺は多分きっと飯もうちょっと後にする。また散らかってる。なんか手伝う？ちょっとこっち来て。え？なになに？ちょっとベッドに寝転がってくれない？オッケーオッケー。ポーズの確認。両手は頭の上に持ってきて。こう？うん。多分俺はこいつのことが好きなんだと思う。な、このままハメ撮りさせて。え？そうじゃなけりゃいくら幼馴染といえどここまでの世話は焼かないだろうし、突飛なわがままにも付き合ったりはしない。え？え？いたすの？さすがにそれはいたしはしない。はあ、服むくのかな。聞くずつ程度で。っていうか四季はさ、どこまで許すの？え？いや、さすがに俺もさ、ここまで頼むのはやりすぎかなって思うこと多々あったわけよ。でも四季ってさ、俺が大学で一人暮らししたいけど家事一切できないから一緒に住んでって言えば快諾して親の許可まで取ってくれたし、別に普段誌でもオタクですらないお前を BL 本の売り子にしたりさ、男の子描きたいから参考に女装してって言えば普通にしてくれるし、お前流されやすいし、どこまで許すのか誰にでも許すのか心配になってきた。セーフ、バレてはない、まだ大丈夫。いや、そもそも確定じゃないし、多分好きなんじゃないかなぐらいだし、本当に嫌だったらちゃんと言うし、それに誰にでも許してるわけじゃなく足立だからだし、そもそもこんな無茶ぶりしてくるのお前だけだし。え？俺だからなの？あ、やっぱ。じゃあさ、キ
スしたいって言ったらさせてくれる？え？あ、ま、待って。もうくっつくよ。じゃあ下出して。え？こう？あ、ねえ、最後までしたいって言ったらさせてくれる？え？え？オッケー、取れた。ありがとう。え？え？飯は後で食う。式は先に食ってていいよ。終わり？え？え？あ、待ってる。じゃあ、切り替え。何あれ？足立の素顔やっば！あとなんでちょっと残念な気持ちになってんだよ！もうこれ多分じゃなく確定しちゃったじゃん！俺、足立のこと好きじゃん。どうしてくれんだよ。あ、そんな急がなくてもいいから温め直せばいいだけだし。でも腹減ったし。そっか、マイペースめ。あ、また BL？ 最近多いね。そう、修士がえ？っていうか、なんで BL だけエロなの？まあ、お前にしたくてもできないことを、こう、ムラムラした時とか、こうやって書いて発散してるだけだし。だから、リバやモブレは地雷。え？あ？え？なんて言った？ああ、やべ、言っちゃった。おい！まあ、そういうことなので、これ読んで予習しといて。予習？期間は全てお前とやりたいことリストなので。職種？高速、屋外、滅水、職種は無理だろ。わかった、職種以外は OK と。メモメモ。違う、そうじゃなくて。 BL スキップ。前回までのあらすじ。俺はルームシェアをしている足立のことが好きになってしまっていた。しかも同人作家足立が描く BL エロ同人誌は俺とやりたいことリストらしくて、っていうか俺とやりたいって、まさか足立も俺のこと好きでいてくれてるのかな。四季、四季？うん。うわー、顔見れない。聞いてる？ああ、いつもみたいにご飯美味しいって言ってくれる生活で満足してたのに。俺とやりたいことリスト。俺作業してるわ。うん。予習しろって言われたし。ああ、読むの初めてだな。冷静になって考えたら、俺の気持ちと足立の気持ちって違うのかも。足立はこういうのが好きで、作品のために追求したくて、たまたま近くにいて手軽にやれそうなのが俺なだけで、好きだとか好きだからしたいとか、そういう気持ちはないのかもしれない。一人で舞い上がって、なんかバカみたいだ。四季、最近元気ないね。エロ本読む？おっぱい揉む？お前の本のせいで悩んでるんだよ。てかねえだろ、おっぱい。なくても揉めるんだけどな。俺の本で悩む？何を？なあ、なんで？足立は単に作品のために過激なことしてみたいだけで、相手は誰でもいいのかもしれないって気づいて。はあ？俺は進学にかこつけて
こうやって一緒に住めるのとか、俺が作った飯一緒に食べれるだけで嬉しいけど。あのさ、誰でもいいって何？お前こそ頼まれたら何でも断らないし、俺以外の絵描きにああいうエロいポーズ頼まれたらやるわけ？嫌なら断れよ。期待すんだろ。俺の恋心をもてあそぶな。恋？それはこっちのセリフだわ。俺はお前がす、あ、今のなし。うん、好き？今俺のこと好きって言いかけたな。あ、その俺はお前が本当にエッチなことしたくないならそれでいいと思ってる。作品のために無理やりしたいなんて思ってない。したくないならもうしなくてもいい。ごめん。え、あ、エッチなことがしたくないわけでは。何？素直にならなきゃまたすれ違ってしまう。ちょっとずつなら。そうか、なら少し付き合って。え、あたち、次の新刊で書こうと思ってた構図なんだよな。恥ずかしい。撮らなくていいの？うん、本当は見れれば資料としては十分なんだよ。それって俺を撮る口実だったのかな。ほら、ちゃんと鏡で自分の顔見て。式？この体勢腹越しなのに変な気分になる。式？あ、たち、あ、やっと見た。いい顔するじゃん。何言ってんだよ。本気だよ。あ、もう言うな。すげえドキドキしてるね。やっぱこれ恥ずかしい。そっか、やめる？それとも期間から選ぶ？選ばねえから。なんだよ。あ、やめるとは言わないと。 BL スキップ。前回までのあらすじ。最大のチャンスに素直に好きと言えなかった。俺の恋心をもてあそぶな。恋心って言ってたよな。あれってそのままの意味でいいのか。もしかしてだけど、両思いかもしれないのにちゃんと好きって言えなかった。いやでも順序ってあるじゃん。すぐエロいことに持ってく形も悪いだろ。まあそういうことだって。足立は俺とがいいのかなとは思えてきたけど、長年友達でやってきて今更どうしたら。そして毎度エロばかり。え？この本、映画、カフェ、買い物、土定番デートだけで終わり？足立、熱でもあったのか？でも、やったことないことばっかりじゃん。気持ちを確かめるならむしろこういうのがいいんじゃないか。あれ、俺の同人誌読んでる。やりたいの見つかった？これ。え？これやろう。これやりたい。え、本気？まあ式がいいならいいけど。いいの？ん？うん。まずは映画館。もちろん定番の恋愛もの。漫画だと確か一番いいシーンで手を。うわぁ、本当にやった。式？
ちも持たれてくるとこだけど。考えてみたらずっと一緒にいるけど手なんか繋いだことないじゃん。なんかさすがに恥ずくね。そう？はい。あーん、これ買わない？お揃いで。あ、うん。一緒に暮らしてる分、改めて外デートって新鮮かも。じゃあ手を繋いで帰ろう。こんな普通のデートでこんなにドキドキして、はあ、俺足立のこと好きなんだな。ただいま。今日は楽しかった。ありがとう。うん、次はお風呂だよね。セットしてある。は？風呂？その前に脱がしっこ。あ？待って待って、デートで終わりだろ。お前はすぐそうやって。え？あの本、前後編で2冊あって、後半クッソエロいやつ。はい。こうやって脱がせ合いして、あ、キスしながらだったかな。風呂の後に。あ、俺、そんなの知らねえ。あ、分かってなかったんだ。前編しか読んでないってこと？ごめん。そういえば、俺が言い出した時、足立の様子少しおかしかった。だからあんなに確認されたのか。さすがにこれは俺も自信なかったし、よかった。後編何が起きてんの？今日はありがとう、お疲れ。あ、待って。俺今日足立とデートできて嬉しかった。子供の頃からずっと一緒の幼馴染だけど、でも一緒に暮らすようになって、そんで俺、お前のこと、好きって気づいて、この一言が言えねえ。あたち?黙ってないで、なんか言ってくれよ。え？なんで怒ってんの？お風呂が沸きました。今なんて？聞こえなかった。じゃあ続きはお風呂で。なんでそうなる。本音は体に聞くのがボーイズラブの定番だから。足立から発されたラブに不覚にもキュンとしたちょろい俺だった。入ろっかな、風呂。本当？BL スキップ。俺は四季高弘、大学生。幼なじみの足立とルームシェアをしている。いや、正確には好きな人である足立とシェアハウスをしている。もうそれはこの間のデートで完全に自覚した。そして足立も、というか、しかし足立は、これ全部お前とやりたいこととか言って、エロいボーイズラブ同人誌を書いてたり、俺の恋心をもてあそぶなとか、なんとか思わせぶりな言動も多いけれど、決定的なことは言わないわけで。四季、寝ないの？俺待ち？まだこいつ趣味の同人誌のネタのためにからかってましたの可能性もゼロじゃないんだよな。俺が先に好きって言えたら確かめられるんだろうけど、でも怖いだろ普通。ん？どうした？勇気を出すのは
これを試してからでも遅くはない。ネットで見つけた催眠アプリ、半信半疑だけど、もし聞いてくれれば足立の本心がわかる。ちょっとこれ試さない？ん？ヒーリングサウンド？そう、眠りの質が上がるんだって。ああ、キャンプの日とか流行ったもんね。まあそんな感じ。目を閉じて。うん、閉じた。そんでちょっと俺の質問に答えて。うん。素直に目閉じちゃって、黙ってりゃイケメンなんだよな。もし足立が本当に俺のこと好きって言ってくれたら、俺だって素直に言えるのに。じゃあまずあなたの秘密を教えてください。うん、秘密？秘密を告白して心を解き放ちましょうかな。こいつのことは大体知ってる。ずっと一緒で今も一緒に暮らしてて、秘密と言ったら俺への気持ちくらいなんじゃねえの？ああ、秘密ある。何？実は俺、お前の式のパンツ一枚俺の部屋に隠し持ってる。なんでだよ。作画資料で。バカだろ、返せ。気を取り直して他の質問。じゃあ簡単な質問で、あなたの好きなものを教えてください。好きなのは、四季の作る野菜炒め。なんか謎に美味しい。ああ、それはどう思う。オイスターソースが隠し味です。うまくいかねえな。あとは俺に何か言いたいこととか。うわ、何？それ。え？その催眠アプリ流行ってるよね。バレてた？シキ、質問下手すぎ。じゃあ次、交代ね。え？交代って、え？じゃあ、目を閉じて。正直に答えられるかな。じゃあまず、あなたの性感帯はどこですか？アホか！冗談だよ。ほら、目を閉じてってば。目閉じてるの不安すぎる。じゃあ本当の質問、俺から何が聞きたかったの？え？それは言ってよ。じゃあ今あなたがしたいことは何ですか？え？なんちゃってアプリって言ったよな。聞かないんだよな。そう。でも式がしたいことがあれば俺聞いてあげるよ。ってこの間のデートの帰り、手つないだの嬉しかったから。よくできました。他には、他にしたいことある？本当にこのアプリ聞いてないのかな。言葉は無理だけど、でもなぜか体は動いてしまう。シキ、俺とくっつきたかったんだ。うん、うん、
キスは？え？キスは？いらない？式がしたいならするけど。そんな。え？式、俺はさ、お前が本当に嫌なことはしないの。え？俺がしたいことは本に書いてるじゃん。だからお前に無理強いはしない。でもお前がしたいことができたら言って。なんだよそれ。俺次第ってこと？俺から言わなきゃダメってこと？ずるい。お前だって言えよ。本になんか書かないで、俺にしたいこと俺に言えよ。なんて怖がって何も言えない。俺だって同じだけど。キスは嫌じゃない。よかった。じゃあこれからはキスは遠慮しないから。舌は入れていい？前も入れたことあるだろ。嫌じゃない？嫌じゃない。触るのは触ってもいい？バカ、もう触ってる。刺激教えて。あ、足立に触られるなら俺どこでも。ほんと何でも言ってよね。この間のデート、せっかく外行ったし、電車でとか囚人監視でキスとかしたらよかったね。ああ、そうだ、メイド服あるよ、着る？あ、足立くん。ん？くん？なんで俺が催眠かけられてるんだっけ？催眠アプリとか同人誌みたいなことをするよね。お前に言われたくねえ。そんでメイド服あるの？なんで？え？まあ着るため？ってか着せるため？誰が？式が着ろって言うなら俺が着てもいいよ。いらねえよ。あ、また好きって確認できなかった。BL スキップ。 BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレーベルです。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。公式 SNS のほか、ファンサイトやピクシブファンボックスも運営しております。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。